トマス・グレーは、イングランドの詩人、古典学者、ケンブリッジ大学教授。グレーは、ロンドンのコーンヒルにカワセブローカー兼婦人帽子屋の子として生まれた。8人いる、子供の上から5番目だが、成人したのはグレーだけだった。母親が暴力を振るう父親と別れた時、グレーは、母親と家を出た。それから、叔父が教師をしている。 イートンカレッジに入学。イートン学理を演望の歌の中で、グレーは学生時代は幸せだったと解雇している。グレーは繊細で飾り気のない学級的な少年で、運動は避け、もっぱら文学作品の読書に時間を費やした。学校というより、おじの下で暮らすことができたのは、若くて感受性豊かなグレーにとって幸運だったことだろう。イートンでは、 首相ロバート・ウォルポールの息子、ホレス・ウォルポール、トマス・アシュトン、リチャード・ウェストという親友ができた。4人は自分たちのスタイルやユーモアのセンス、美意識を誇りに思っていた。1734年、グレーはケンブリッジに移り、最初ペンブルック・カレッジに入り、それからピーター・ハウスに移ったが、グレーはカリキュラムを退屈に思った。 友人への手紙に嫌いなことすべてを書いて送った。教師は、プライドに狂わんばかり、学友は、眠くなる、大酒飲み、愚鈍教養がない。おそらく法律家を目指したのだろうが、現実には、古典、近代文学の勉強と、よかにはハープシュコードで、ビバルディやドメニコスカルラッテを演奏して過ごした。1738年。 旧友のウォルポールと一緒にグランドツアーに参加したが、おそらく費用はウォルポールが持ったものと思われる。しかし、トスカーナで、ウォルポールは、社交界のパーティーに出たいと言い、グレーは、古代遺物を回りたいと言い、喧嘩別れとなる。ただし、数年後に和解した。1742年、友人のリチャード・ウエストが亡くなってから、グレーは真剣に詩を書き始めた。 ケンブリッジで自ら課した文学研究のプログラムを始め、当代切手の学者になったが、グレーは好きなことをやって怠けているだけと言った。まず、ピーターハウスの、それからペンブルックカレッジのフェローになった。カレッジを変えたのは悪ふざけの結果だと言われている。グレーは生涯のほとんどをケンブリッジで学者として過ごした。旅行も晩年にもう一度しただけだった。 詩人としては、わずかの詩しか作らなかったが、18世紀中期の代表的な詩人とみなされている。1757年、グレーに警官詩人の話があったが辞退した。1768年、ローレンス・ブロケットの後を継いで、ケンブリッジの歴史学金邸講座教授となった。グレーは自分に批判的で、また失敗を恐れたため、 存命中には13の詩を発表したのみだった。一度自分の詩集がのみの作品と間違えられたらどうしようと書いたことがある。ウォルポールは彼はユーモアは書いたが安易なものは一度も書いたことがないと言った。グレーが代表作田舎の墓地で読んだ番歌を書き始めたのは1750年バッキンガムシャーのストークポージスの教会の墓場においてだとされる。 未完のまま数年間放置され、1750年に完成した。1751年2月、ロバート・ドッズリーによってこの詩が出版されると、文学界にセンセーションを巻き起こした。その施作的で落ち着きのあるストイックな調子は、大きな賞賛を受け、また表説、模倣、引用され、ラテン語やギリシャ語に翻訳された。現在でも、田舎の墓地で読んだは、 人気があり、英詩の中で最も頻繁に引用される作品のうちの一つである。1759年のアブラハム平原の戦いの後、イギリスの将軍ジェームズウルフは部下の将校たちにこの詩を朗読して聞かせた後、諸君、私はアスケベックを落とすよりもこの詩を書きたいと言ったという。この詩に出てくるアイビー、マントルドーアールという有名な言葉は、 中世初期のアプトンのセントローレンス教会のことである。田舎の墓地で読んだンカは、その美しさ、その技量によってすぐに認められ、この詩の影の中で詩を書く詩人たちは、墓場派と呼ばれた。この詩には多くの優れた文句が含まれていて、それらは一般の英語辞書に加えられ、他の作品でも言及された。具体的には以下のようなものがある。他にもグレーは、 親友、ウォルポールの猫を歌ったギジエルジー、愛病を弔う歌といった、軽い歌も書いた。ホワットフィーメイルハートキャンゴールドディスプイズ、ホワットキャッツアバ r ス e t フィッシュ、と質問してから、エーフェイブ、ライトハズノーフレンド、ノーワンフォルス、ステップイズニア v リリーブド、ノーオール、ザットグリスターズ、ゴールドと、ことわざのような答えを出す。ウォルポールは後に、ストロベリーヒルハウスで、 その運命の陶器を台座に乗せて展示した。グレーの現存している書簡にも、その鋭い観察眼とユーモアーあふれる遊び心が、現れている。さらに1742年の、イートン学寮演望の歌には、Where Ignorance is b l i s s Tis Fay He To Be Wise という名言がある。グレーの詩、春の歌への絵。マリア・コズウェイが、ザ・ワーズ・グレーには、鹿の進歩と、 視線という二つのピンダロス風オードがある。ピンダロス風オードは、イートン学寮演望の歌のような、穏やかで、視作的なホラティウス風オードと違って、激しい情熱と想像力で書かれている。視線は、ウェールズ征服後のエドワード一世を呪い、プランタージネット町の没落を、つぶさに予言する狂気のウェールズ人詩人を歌っている。非常にメロドラマ的で、ラストは、詩人が、 山の頂から自ら身を投げるところで終わる。グレーは絵のような風景と古代の遺跡を求めてヨークシャー、ダービーシャー、スコットランドとブリテン中を広く旅した。そうしたことは建築、文学における大衆の趣味が古典主義スタイルに向かい平凡でありがちな道具立てを好んだ18世紀初期には価値がないものとされた。しかし、それらについてのグレの著作、 並びに、田舎の墓地で読んだ番下、視線に見られるゴシック的なディテールを、19世紀初期には、大勢となる、ロマン主義運動の最初の先駆けと見る意見がある。19世紀のウィリアム・ワーズワースをはじめとした、古水詩人たちは人々に、絵画的なもの、崇高なもの、ゴシックの価値を教えた。グレーは、伝統的な景色、詩的な言い回しと、新しい話題。 表現法と結合した。それは、ロマン主義復活の兆しに古典的に焦点を当てたものと考えられている。しかし、当のロマン主義詩人たちはというと、例えば、ジョジョー民謡集の1800年版、1802年版の序文で、バーズ・アースは死において最も好ましくないものを、霊賞するために、グレーのソネット・リチャード・ウエストの詩にあたってを選び、 このような人々の筆頭であるグレーは、推論によって、三文と、因律的にできた部分を区切るスペースを広げようとし、彼なりの指摘言い回しの体系で、誰よりも変に磨きをかけたと言った。実はグレーはウェストへの書簡の中で、時代の言語は決して死の言語ではないと書いていた。グレーは1771年7月30日に、ケンブリッジで亡くなり、 田舎の墓地でような晩火の舞台となったストークポージスの墓地の母親の隣に埋葬された。グレーの墓は現在も残っている。コーンヒルの生誕地にはプラークが表示されている。ありがとうございます。